ハイセイコー TTG の活躍から早くも10年の時が過ぎようとしていた。バブル全盛期、好景気に人々が浮かれ、競馬もまた爆発的な人気を見せる中、時代の熱気に応えるように現れた一頭のスターホース、足毛の怪物オグリキャップ。後衛笠松出身、血統も一流ではない彼がひたむきに走る姿、そのサクセスストーリーは日本中を興奮の渦に巻き込んだ。タマモクロスと繰り広げた昭和最後の名勝負、スーパークリーク、稲荷湾と平成三強を築き、昭和から平成の世を不屈の闘志で駆け抜けたオグリキャップ。迎えたラストラン、有馬記念。オグリキャップは輝きを失ってしまった。全2戦精彩を欠き、限界がささやかれる中、1周目スタンド前、17万人の大歓声が上がります。先頭は抑えちジョージ、外を回ってオグリキャップが上がってくる。直線に入って先頭は抑えちジョージ、オグリキャップだ、オグリキャップが来た。若き天才武豊に導かれ、最後の直線、渾身の闘志を振り絞る。内からホワイトストーン、メジロライアンも突っ込んでくる。しかしオグリキャップだ、オグリキャップ一着。スタンドに17万人のオグリコールが鳴り響く。ガッツポーズの武豊、暮れのグランプリオグリキャップ、まさに奇跡の復活を遂げました。希代のアイドルホースはターフを去った。しかしその生き様を忘れる者はいないだろう。その日、競馬史に伝説が刻まれた。